皆さんこんにちは。今回も辛口批評2021年版の、パート2やっていきたいと思います。この動画なんですけれども、2021年にインプレしたラケットに、勝手にね、通信簿をつけて、語っていこうというそういう動画になっております。で今回はその第2弾ですね。で前回の動画ではプロスタッフ、ラジカル、ファントムグラファイト、ダンロップの、CX シリーズについて、語っていますので、まだ見てないよっていう人は、ぜひそちらもね合わせてチェックしていただけると嬉しいです。で今回も4つやっていきたいと思ってます。Vコア、ビースト、Vコアプロ、そしてファントムですね。今回は、ヨネックスとね、プリンスの、今年出た競技者向けのモデルっていうところでやっていきたいなと思っております。はい、評価の仕方に関して改めて、確認していきたいと思うんですけれども、個人的な評価と社会的な評価、こちらの2つで、語っていきたいなと思ってます。で個人的な評価に関しては、とにかくね、僕がどう感じたか、僕に合うラケットだったのかどうかっていうところを考えてます。なので、いつも以上にね、その個人の主観っていうところを、メインで語っているというふうに考えてください。で社会的な評価に関しては、売れてるか、どうか、オンコートで見かけるかどうか、あとどのくらい反響があったのか、SNS とかで盛り上がってたかどうかとか、そういうところで、評価をしております。でそれぞれ、5段階評価となっておりまして、S 評価なら言うことなし、A 評価は良かったよと、B 評価なら普通か、期待通り予想通りぐらいかなというところで、 C だと、ちょっとね良くない部分あったかなという感じですね。で D 評価はいやもうどうしちゃったのねみたいな感じです。はい、こんな感じで、独断と偏見もね、たっぷり交えつつ、正直にお話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。はい、まずはヨネックスの V コアからやっていきたいと思います。個人的な評価は A で、社会的な評価は A です。はい、まず個人的な評価、A なんですけれども、一応この V コアに関しては98と100 2つ試しました。で正直最初ね、なんかちょっと使いづらい感じでしたね。あんまりねパッとしない印象がありました。特に98はね最初なんか、フィットしないなっていう感じだったんですけど、何回か使ってると、あれこれいいじゃんっていう風に変わってきましたね。はい、で多分その原因の一つとしては、そのトップ寄りにちょっとこうフェイスがね、ボリュームがあるというか、下の方が少しこうスリムになってるっていうフェイス形状に変わったので、それが影響してるんじゃないかなと思います。でヨネックスってアイソメトリック形状になってるんですけど、それがねよりこうトップ寄りにこう広がってる感じになってるので、当然、フェイスのその上の方で打った方がその旨味というかパワーが出しやすい形状になったとも言えると思うんですね。で僕はトップの方で打つの得意じゃないので、はい、割とね真ん中からむしろね下の方に当てちゃうことも結構多いので、それがあって、打ちづらく感じた部分が多かったんじゃないかなと。で途中からそれに慣れてきて、あこういう風に打てばいいんだなっていうのがちょっとつかめてきてからは、あ気持ちいいなっていう風になってきたんだと思います。で100よりも、98の方がそのアイソメトリックの、特にそのトップ寄りで打つっていうところのそのメリットが感じやすい、逆に言うとトップ寄りで打てないと違和感が出やすいのも98なのかなっていう気がしました。はい、で慣れてきた後はですね、やっぱりその振り抜きの良さがありつつ、その前作と比べるとその打球感の硬さというかがっちり感っていうのが多少緩和していて、すごくこう気持ちよく打っていけるラケットになったなっていう印象です。はい、なので個人的な評価としては最終的に A 評価っていうところかなと思います。で次に社会的な評価なんですけれども、A 評価してます。でなんでかっていうとですね、結論から言うと、今回の V コアってすごくこう旧作、従来のそのヨネックスのラケットを使っている人からのその乗り換えっていうのがすごいスムーズだったような印象があって、A 評価にしてます。
で前作に関して言うと結構その今まで例えばそのバボラ使ってたけどヨネックスにしたよとか、あウィルソンだったけど、まあ、ヨネックスにしたよとかっていうのが結構ねあって、そういうイメージだったんですけど、今回はむしろその、ヨネックスをずっと使ってて、で今回は V コアにしましたみたいな、あそういう乗り換えが多いのかなっていうふうに感じましたね、はい、多分それはそのさっきも言ったんですけど、アイソメトリック形状とかそのフェイス形状の変更とかっていうのが結構効いてるんじゃないかなと思いますね。あの旧型は結構ねアイソメトリック感そんなないんですね。結構丸いフェイスだったので、逆に言うとそれはタブランドから乗り換えがしやすかったっていうモデルだったのかなとも思うので、まあ、どっちがいいとは言わないんですけれども、まあそういう方向性に今回はなったので、まあ旧作から乗り換える人とかもすごく多かったんじゃないかなというふうに感じてます。はい。で、あとはその最初デザインにあの赤に青って何なのみたいな、拒否反応とかも結構あったと思うんですけど、まあ、それをね乗り越えて今ではまあ違和感なくなったと思いますし、ちゃんと売れてるなっていうところでそこはすごいなというふうに感じてます。まあ、なので社会的な評価 A というふうにさせていただきました。はい、次にプリンスのビーストいきたいと思います。個人的な評価は S、社会的な評価は B というふうにさせていただきました。で、まず個人的な評価、まあ、S ですね、まあ、一番いい評価にしているんですけど、一応これはですね、試打会とかも含めて、その無印、ダブルブリッジが入った DB、O3、これ全機種ですね、そのウェイトの違いも含めて、全機種打ちました。で、これがですね、すごい良かったんですよ。うん、で、まあ、正直そのタイミングとかもあって、結局買ってはいないんですけど、打つたびね、欲しくなってはいるんですよね。はい。で、その前作のビーストっていうのが、まあ、セッティングにもよるんですけど、フレーム自体は割となんというかこう、まあ、しなやかっていうとちょっと言い過ぎなんですけど、割とそのボカッとしてるというか、まあ、よく言えばホールドする感じっていうのが黄金スペックの中では割と感じやすいタイプだったかなと思いますし、まあ、まあ悪く言うとちょっとね、ちょっとぼんやりした感じもあるかなみたいな、そういうラケットな印象だったんですけど、それが今回のその2022年モデルになって、その全体的にすっきりしたイメージっていうのは強まったかなと思いますね。で、まあ、個人的にはDB が一番気に入りましたね。ちゃんとパワー出るのに、その、まあ、感覚的にコントロールがすごいしやすいっていうところで、かなりいい落としどころだなというふうに感じましたね。まあ、前作ともまた違うそのフィーリングだとは思うんですけれども、まあ、僕みたいにね、黄金スペックはああだこうだ言ってね、あんまり使わないタイプでもすごい使いやすいと思いますし、まあ、アシストもねすごいしっかりしているので、ちゃんと打っていく、ラケットのパワーを借りながらね、しっかり試合を組み立てていくっていうのを考えた時に、あ、俺ビーストがいいんじゃないかなってちょっとね夏場はすごい揺らいでました。はい。ただね、やっぱりその時ツアー100使ってたんで、もうちょいねツアー100使い込まないとね買えちゃいけないと思って買わなかったんですけど、結構揺らぎました。はい。で、無印になればもっとこうしすっきり飛ばしてくれる感じっていうのがさらに強まるし、 O3 もなんか今まで正直 O3 全然好きじゃなかったんですけど、これ良かったです。はい。まあ、なんでしょう、 O3 になるとちょっとぼやける感じとか増えるし、しかもあんまり好きと思ってない黄金スペックだし、まあ、要素だけ見たらね自分が好きな部分ないよなと思ってたんですけど、いざ打ってみるとねすごく良かったですね。打感も別にボケてる感じないし、O3 なんで振り抜きがいいし、そのあつらけ感ないし、その振り抜きの点では、でパワーもスピンも出るというところで、一番ショットのその多分スピードと回転数のバランスだけで見たら O3 が一番いいんじゃないかなって思えるぐらい良かったですね。はい、そこはすごくびっくりしました。はい。まあ、全体的に見た時にですね、まあ、いわゆるその黄金スペックと呼ばれるカテゴリーの中にあるラケットだとは思うんですけれども、まあ、かなりね、使いやすいシリーズにね仕上がってるなと思います。で、あとデザインもね、グロスの赤、特に DB は赤黒です。これはねすごく、前作と比べても間違いなく良くなった部分だなと思います。はい。次に社会的な評価いきたいと思います。これは B 評価なんですけれども、
やっぱり僕自身はすごく打ちやすいモデルだったので、まあ、もっともっとね話題になってほしいなと思うし、なっていいモデルだと思ってます。はい、まあ、多分売れ行き的には別にちゃんとねしてるんだろうなとは思うんですけれども、やっぱりその ATP とか WTA とかの有名なプロが使ってるとかじゃないので、その点で不利な部分っていうのはあるかなと思います。例えばこれがヘッドのとかバボラとかヨネックスとかだと、まあそのトッププロに、まあ、実際使ってるかどうかはね別にして、そのペイントジョブしたものを渡してこうね、アピールするとかっていうのが結構できると思うんですけど、まあ、現状プリンスってそういう感じの状況にないので、まあ、そこはねやっぱり不利なんだろうなとは感じますね。はい、でまあ2022年に関して言うと、まあ、そういうその有名選手はいないけど、じゃあその性能の良さとか、まあ、その打ったフィーリングのところでどう訴求できるのかっていうところが2022年の、まあ、テーマというか課題なんだろうなみたいな風に僕は見てます。偉そうに言ってますけど、はい、そんな風に見てますというところです。はい、次に V コアプロいきたいと思います。個人的な評価は B 評価、社会的な評価は S 評価としています。で、この V コアプロなんですけれども、まあ、個人的な評価としては B 評価ですね。はい、で100は一応自分でも買っていろいろセッティング試して、で97とか 97D も、テストはさせていただきました。で、まあ、今回なんといってもその100がまあ注目度も高いスペックでしたし、まあ、今作 その主役のスペックだろうなとは思っているので、まあ、これを買ったっていう流れなんですけど、まあ、明らかにその前作に比べて、スイングスピードに関わらずその柔らかさっていうのは感じやすくなったと思いますし、その上で、まあ、ある程度その飛距離というかパワーっていうのも出しやすくなっているので、トータルとして見た時のその使いやすさっていうのが大幅に改善されたのが今作なのかなというふうに思ってます。はい、ただじゃあ自分に合うかどうかっていうのを見た時に、まあ、そうでもなかったっていうのがちょっとね残念なポイントですね。結構ね期待してね買ったんですよ。はい、実はで100はねそのまあ多分その順しなり縦しなりねじれとかいろいろあると思うんですけど、打っていて感じるのは、まあ、どの方向にもすごく柔らかい感じはするなっていう気がしました。はい、まあ、ストリングのたわみとかもねもちろんあるんですけれども、ちょっとねボールがね安定しなかったです。はい、あんまりにもひどくて、撮影しなかったんですね。あの、なんて言うんでしょう。ちゃんとこうラリーがまとまるようになってからじゃあ録画しようかなと思ったらずっとまとまんなくてあ、いつまで経っても撮影できないし、もうちょっと諦めようと思って撮らなかったんですけど、今思えばねそのひどいのも、まあ、撮っておけばよかったなっていうふうに感じてます。はい、で、まあ、今ねその多分 V コアプロと同等以上にしなるであろうブレード100の V8 使ってるんですけど、別にそういうなんかいや安定しないなとかっていう感覚はないので、まあねラケット選びってやっぱ不思議なんだなっていうのをすごい感じました。で、まあ、97D に関してはさすがにね合わないです。はい、僕の好みでは全然ないですね。まあ、スピードだけを求めるならまあまあいいのかなとは思うんですけれども、スピンかけにくいというか弾道が上がらないのできつかったですね。はい、で97が意外とねボール飛びましたね。100と比べるとこっちの方が、スピードは僕は出しやすかったですね。はい、なのでまあ実はね97の方が相性が良かったのかななんて思うんですけれども、まあとは言ってもねやっぱり元気な時間帯じゃないとちょっときついかなとかっていうのも思ったので、まあちょっといろいろ難しいというかなかなかフィットしきれなかったかなという印象でした。はい、で次に社会的な評価なんですけれども、 S 評価ですね。まあ正直ね売り上げに関してはもう文句なしなんじゃないでしょうか。はい、特にその、まあ、さっきも言ったんですけど100っていうのがすごい売れてると思いますし、そのツイッターとか見てても、まあ、100買いましたっていう人いっぱいいると思うんですね。はい、でそれってその今までの、まあ、これまでの V コアプロっていうのと比べると全然別次元のその反響だと思うんですね。はい、正直今までその本当にスイングが速いか結構ちょっとこうなんていうんですかね、ハード系のラケットが好きっていう人しかなかなか手を出せなかったゾーンだと思うんですけれども、今回はかなり広いその
ユーザー層にアピールできてるんじゃないかな、そして支持されてるんじゃないかなっていう印象があります。であとはこれ別にあの評価にあんま関係ないんですけど、個人的に気になった部分を強いてあげるとしたら、まあ、ネーミングのところだけかなって思いますね。あの V コアそして V コアプロになってるんですけど、別にこの2つそんな関連性が別にあるわけじゃないと思うので、うん、わざわざなんか V コアの派生系みたいな扱いの今のね、その V コアプロっていう名前だとそういう感じになってるんですけど、ちょっとね、僕がもしこれあのなんて言うんでしょう、まあ、今からテニスを始めてラケット調べますってなるとちょっとね分かりにくいかなっていう気がしますね。なのでその V コアプロは V コアプロでなんか単体 の, その V コアなのか E ゾーンなのか、うん、なんて言うんでしょう、別の名前を用意してほしいなっていうふうに感じましたね、はい、どういうのにするのか分かんないんですけど、やっぱりそのシンプルな名前の方がいいと思うので、 V コアプロ次モデルチェンジするときは多分 V コアプロって名前じゃなくなるんじゃないかなっていうか、まあなくしてほしいなって思ってます。はい、そんな感じ。はい、最後はですね、プリンスのファントムですね、個人的な評価は B で、社会的な評価は A とさせていただきました。でまず個人的な評価 B なんですけれども、これはあの、まあ、発売前にありがたいことにですね、トラディショナルとオースリー両方打たせていただきました。で正直これはハードでした、僕には。はい、まあ、特にトラディショナルがすごいハードで、フルスイングしてどうにかっていうような感じだったので、これ実際のその特にシングルスとかだと正直どうにもなんないんじゃないかなっていうような感じでしたね。その僕の力量に対してラケットに余裕がありすぎるのか、なんかね、あの余裕っていう言い方はどうなのかわかんないですけど、オーバースペックみたいな感じで、はい、ラケットに負けちゃうというかですね、全然いいボール打てない、そんな感じでしたね。で多分その RH はね高くないと思うんですね、ファントムって。ただ緩いスイングだと、まあ、ストリングの影響もあったとは思うんですけど、結構ね硬さが気になりましたね。なんかなんて言うんでしょうね、金属バットでその高級打ってるみたいな、そういう感じのガツンという感じだと思います。でこれがもっとスイング速い人だと、いや柔らかいよファントム柔らかいよってなるのかもしれないなとは思うんですけれども、まあ、僕はねそんなスイングスピード速くないのでちょっときつかったですね。なのでまあこれ使うんだったらスイングスピードがすごい速いか、まあ、逆にまあそこまで速くないんだとしたらフラット系で飛ばせる人、フラット系で打ちたいよっていう人の方がその良さは感じやすいかなと思います。ただまあ O3 になるとこれが少し変わって、まああのなんて言うんでしょう、楽に飛ばせる感じ、まあ、ボールを押せる感じっていうのが出てくるし、スピンもすごいかかってる感じがあったので、僕ならまあどっちにするって言われたら O3 にするかなっていう感じでした。はい、で、社会的な評価に関しては A 評価にしています。そのインプレした時点では、いやこの感じだとそのたくさんのユーザーに支持されるタイプのラケットではないよなって、すごいマニアックな他にないスペックだし、ちょっとねすごいきついんじゃないのって思ったら、いざね発売開始してみたら、未だに結構そのすごい注目度高いなっていう雰囲気が続いているので、あれなんか予想と違うなっていう風に今感じてます。はい、あのプレゼント企画とかそのプリンスの公式で行われてますけど、応募件数がね毎回すごいえぐいことになってるんで、いやいやまさかねこんな流れになるとは思わなかったなっていう感じですね。はい、インプレの動画に関してはすごい頑張って作ったので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいなとは思うんですけれども、ちょっと僕には手出せないラケットではありますが、おそらくその前作を超える注目度っていうのはしっかりゲットできてるんじゃないかなというふうに感じているので、まあ A 評価というふうにさせていただきました。こんな感じ。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、まあ、ヨネックスとプリンスですね、ラケット合計、まあ、その4種類4シリーズについて、改めてね批評というか、インプレしてみた感想っていうのを改めてお伝えさせていただきました。
で、まあヨネックスはね言わずもがななんですけど、プリンスも実質その国内ブランドみたいなもんだと思うんですよね。その日本企画で作ってるラケットっていうのをリリースされてるので、うん、なので実は立ち位置的には近いんじゃないかって勝手に思ってますし、まあどちらもすごくこうしっかりしたものづくりされているブランドだと思うので、そこはすごく魅力的かなと思います。ただじゃあそれがなんていうんですか、注目度だったりとか、売れ行きにそのまま直結するわけではない部分も大きいと思うんですけれども、多分ね今までよりはそのこういうプロが使ってるからとかっていうその影響力っていうのは多分減ってくるんじゃないかなって勝手に僕は想像しているので、うん、そのフェデラーが使ってるから、錦織選手が使ってるから、大阪選手が使ってるからっていうのはその2000年代とか2010年代に比べれば多分影響力はちょっと減ってくると予想しているので、うん、そのものづくりのところだったりとか、まあ、着実なアピールのところとかっていうのが今後ねどんどんその分かれ目になってくると思ってるので、はい、どんどん応援していきたい2社ではあります、はい、ということで今回はですね、辛口批評のパート2やってきました。はい、多分次の動画でラストになるかなと思うんですが、また楽しみにしておいていただければなと思います。今回の動画以上です。それでは。